はい。それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は相手の目を見て話せば科学的に根拠があるということでテお話をしていきたいなと思うんですが、まあ、子供の頃ですね、相手の目を見て話をしなさいっていうことを言われたことがある方は多いんじゃないですかね。あの、まあ、そっぽ向いて話さないとかですね。あの相手の目を見てちゃんと話を聞きなさいとか、なんかそういうことを言われることも多かったんじゃないかなと。私も結構言われましたね。学校の先生とかに、あの、朝礼とか。 なんかそういう時ですね。いや、言われたなぁみたいなことを思い出した言葉であったんですけども、まあ、この言葉、まあ、もう本当その通りなんですけど、目は心の窓とか、目は心の鏡みたいな言い方をすることもあってですね、まあ、要はその目を見れば相手の本心が分かりますよっていうことではあるんですが、逆に言うと、営業する立場からすると、お客さんからですよ。 自分の目を見て話を聞かれるっていうのは、まあ、どういうことを思ってるかっていうのを読まれる可能性も十分あるということですよ。で読まれるっていうことをネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかっていう話で、まあ、要は自分が今話している内容が、まあ、本当にそう思ってますと、あなたのお役に立ちたいんですっていう気持ちを、まあ、目を通して伝えることもできるので、まあ、しっかりと目も使って、 コミュニケーションを取っていきましょうねっていうのが今回お伝えしたい内容ということですね。で、まあ、目を使ってってどういうことかっていうと、まあ、言いかればアイコンタクトですよ。で、アイコンタクトっていうのは3つの要素から成り立っていて、見つめる方向性、まあ、どの方向、どこを見て話すかっていうことと、見つめる長さ、あとは見つめる強さですね。で、この3つを今日はお話をしていきます。で、まず見つめる方向性なんですけども、 黒目を見つめすぎないっていうのが、まあすごく単純なんですけど、まあポイントとしてはありますということですね。要は黒目をずっとじーっと見られると怖いんですよね。威圧感を与えてしまうので、相手としては警戒心が高まってしまう可能性がありますよと。なので、まあたい眉間ですね。目と,目と鼻挟んだ間ぐらいのところを見ると、まあ睨んでいないというか、まあ,見,あの見つめている、まあこっちを見てるなという感覚を相手が持ってもらえるような、見,見る方向になるので、まあ 繰り返しですけど、c h r o ばっかりをじっと見つめすぎないな。すごく大事ですよ。ということがまあ見つめる方向性ですね。で、見つめる。長さっていうところで、あのこれ相手の印象を決めるというところで言われてるんですけども、えっと。 0秒、これ1分間の中で、要はまあ約半分の2 27秒以下の場合は、相手からすると無関心と思われがちっていうことですね。これ、イメージしやすいと思うんですけど、人の話、こっちが話しているときに、お客さんがずっとパソコンを見てますとか、なんか外を向いちゃったりますとか、窓の外を見てますみたいなことがあると、この人、私に興味がないのかもみたいなふうに思われてしまうということですね。 なので、まずは1分間あった、まぁ、あ、談全体でいくと、約半分は相手のことを見て話をしましょうねっていうのが大事なポイントの1個目。で、もう1つは、見つめすぎ。見すぎね。えっ、ー、と、見すぎ4、見すぎっていうのは、の ポイントとして41秒以上ですよ。41秒以上逆にずっと見られてると、今度圧迫感を感じるということですね。なので、これ、あの、就職活動とか転職活動、面接とかだと結構面接官がずっと見てるみたいなケースがあるんですが、言葉は怖くないんだけど、なんか雰囲気怖いみたいな場合っていうのは見られ、見すぎている、面接官が見すぎているみたいなケースが多いですね。なので、営業が見つめる時間、アイコンタクト取る時間っていうのは、まあ、 半分がいいですよと。全体の中の半分ぐらいを見ていくと、まあ半分は見るけど、半分は見ないっていう形で考えてもらえるといいかなということでした。で、見つめる強さ、も強さって何？みたいな話なんですけど、まあこれはもう表情ですね。なんでまあ睨まないでいましょうねということですよ。じゃあ、どういう表情でいればいいのかっていうのは、基本的にやっぱり笑顔ですね。で、笑顔で視線が合うと肯定的な評価が増すっていうのも科学的に証明されているので、基本的には笑。って 全体の約半分を相手の眉間あ辺りを見ながら見つめるということができれば相手の印象はポジティブに変わっていきますよということでした。なのでまず笑顔で約半分見つめる。それでコミュニケーション、会話をとっていくということを意識してぜひ商談も活用、アイコンタクトを活用していただきたいなと思っております。本日は以上です。営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。